熱海市の伊豆山土石流災害で被災した地元消防団のポンプ車に代わる新型車が導入されました。昨日の配備式には市消防団の団員らが集まり、斉藤市長から配備の伝達が行われました。土石流災害では伊豆山地区の消防団詰め所が被災し、ポンプ車も土砂をかぶり廃車になっていました。新型ポンプ車はおよそ2000万円をかけて導入され、 LED の赤色灯やタッチパネル式の水圧調整など最新式の装備となっています。消防団の詰め所は解体作業が終わり、新たな場所に建て替え活動を続ける予定です。